福岡から来てもらったと言えばいいのかな、まあ、撮影は東京でやってるけども、はい、梶山学さん、はい、ディスクゴルフ、はい、あのフリスビーで、はいはい、単なる日本チャンピオンではなくて、はい、今で何年連続になるの。でさ、いろんな大会で、ね、はい、多分連続で優勝してるだろうから、はい、通算13回ぐらい。だからそのディスクゴルフ、フリスビーの世界では、はい、もう圧倒的な日本一のレベルで、はい、だけど次のゴール、はい、だから1ヶ月後に2度目お会いしたら、はい、いろいろ変わりましたって、はい、なりました、なりました、ね、多くの人はそこで燃え尽きというかさ、はい、ゴールを達成したっていう感じになるから、はいはい、そうならなかったから連続で優勝してるんだと思うけど、はいはい、もうディスクゴルフとかさ、はい、コーチングとかさ、はい、の領域とは関係のないところでいっぱい成果を出してて、そうですこの1年2ヶ月の間があまりにも自分の変化が起こりすぎてて、コーチングサミット中にきっと何かが起こるんだろう、学ぶやばいよとやばい人に出会ったっていうふうに言われて、古武術っていうのにすごい僕も興味があったので、伝えてもらえれるっていうのがその会話の中で見えたんですよね。多分そこの瞬間でもう僕はもう抽象度が上がったような感じがしたんですよ。だから今までその悩んでたものが解決されるであろうと、なんかモヤモヤしてた感じがそこでなくなって、僕の変化が勝手に起こり始めるみたいな、その心技体っていう、ものがそのおそらく抽象度の階層性が存在してるであろう、で実力が上がっていくっていうことは明らかにその階層性を打ち破っていくっていうこと、同じものを見てるはずなのに自分の認識が変わっているから全てのものが違うように見えてしてしまうっていうことが、ここから先にもう一個上がったっていうこの大きさはちょっとこれはやばいぞと、それを体感してる人が他にはどれぐらいいるのだろうか、そういう人たちともまた出会いたいと思うし、違う上の抽象度があるよっていうことを見せてくれる方が必要ですよね、それをその教えてくれたからこそ そこに行けるっていうのが分かって、人の体を治すみたいなことを、はい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 、やってしまうと人の悩みを解決するようなことができるようになったりだとか、うん、周りの評価が完全に変わってきてる、うん、言い方を変えれば人間の内面の深いところ、ゴールに向かって動いていくエネルギーを注いでいくし、人間の奥が変わったら、はい、いろんな形で表現されるじゃないですか。されます、されます。芸術が楽しくなりましたと全方位に影響が出るわけだ。だからフリスビーとしても、ね、活躍の場が、ま、より広がったり高まったりしてるし、それがまたゴールの達成する速度が早まってる。早まりましたね、うん、横から見るとさ、何テーブル挟んで会話をしてるだけなんだけど、まあ、楽しそうに会話をしてるなぐらいのさはいはい、はい、に見えると思うけど、はいはいはい、本人たちの中では、はい、ものすごい体がなんていうの、ね、身体性のある会話でしょ、はい、はい、してます、してます。日本の武術はなんかねじらないって聞いてますけど、ね、ねじるねじらない、ね、力をためるためないみたいな、はい、そういう話もしたし、はい、ね、限られた時間の中でも分かるならそれでいいじゃないですか。分かる、ね、だからコミュニケーションが早いんですよ、はい、言葉に頼らなくていいというか、はいはい、理解、はい、体感レベルでの理解が早いというのと、もう一個は、はい、明るさもすごく重要で、やっぱりさ暗かったり悩むことが癖になっていると思考が遅くなるので、はい、梶山さんいるとなんか明るくなるねっていうそのグループに対する、はい、まあ、ある意味内部表現の書き換えで、だから生きることが楽になるでしょう。いやいや、すごく楽になりましたねさらに加速する。読書の仕方が少し変わってですね、だからだいぶその読むときに自我が減ってきて、読めるような読書になってきたので、うんうん、読書のその量、まあ、質とかがなんか少し変わってきたなっていう感じはあります、ね、そういうのが蓄積されながら、はい、その人間の豊かさというかさ、はい、あるいは社会への影響力にもなっていくしさ、はい、自分で新しい活動もたくさん、はい、ね、始められて、はい、自分からその機能を提供することで、その人たちがその変化を起こしてくれることはやっぱりその自分にとってものすごくその嬉しいことなので、アメリカからすごい学ぶものが多かったんですけど、今度はやっぱりその日本から学ぶものがあってもいいんじゃないかっていうふうに、逆にですね、その日本らしいそのスポーツっていうものを
スポーツの概念を変えたいですよね。社会がどうしてもフラットな社会ではないのが今の現実で、うん、でそれをそのフラットにできる可能性が古武術にはある。拠点は日本が拠点になる。なるほど。じゃあ日本にいる人だったらなんか連絡取ると、はい、そうです。まあ、思いがけないとこからなんか連絡がいると、はい、まあ、お互いのいい刺激になると思うので、はい、